バリブチョブチョセペガディグ。おい、試合の準備できたのか。いや、もうすぐ終わるね。もう出るで。てかめっちゃ雨。ちょっと待ってくれ、俺は俺なりの準備があるから。ちょっと今日は雨やからさ、あのまあ外で、いつもやったらまあ外で試合前とかボール蹴ったりするんやけど、ちょっと雨で、こんなの蹴ったら風邪ひいて試合どころじゃなくなってまった。えぐい雨。なんか俺最近いつも雨じゃない試合の時だから、まあそういう時はまあ基本こうやってまあサッカーの動画とか見て、まあイメージトレーニングとかそういうのを中心にやって、でまあ家でまあ体操じゃあストレッチとかやって、ちょっと入ってくるわ。ストレッチとかやって、まあ、準備していくんやけど、まあ、そんな感じでね、俺のルーティンがあるから、今からとりあえず試合見て、じゃあとりあえずルーティンちょっとみんなにお見せしようかなって思う。まあ、活躍するための、試合の日にね練習しすぎたらね、まず試合体動かんなってまうから、まあ、久々の試合ってこともあるし、完璧なパフォーマンス発揮したいし。何見てるん？例えば最近で言ったらマンチェスターシティ、なんかスーパープレーと俺は結構フル動画見るようにしてて、まあ、スーパープレーで言ったらなんかサディオマネとか、まあ、最近サディオマネにハマってマネのスーパープレーとか見てないけど、フル動画で言ったらマンチェスターシティのこういう試合とか見て、なんか自分のポジション、例えば俺やったらまあサイドハーフとか、まあ、トップ下とかフォワードとか、まあ、どこ やらされてもいいように、あのそのポジションがどういう動き方してるっていうのをね、まあ、見るようにしてるかな。なるほど。見んでもいけないきゃ。それは調子乗りすぎよ。そんなに見んでもいけちゃないきゃ。まあ、結果やから、結局はサッカーって、まあ、結果は出せばいいよ。まあまあ、とりあえず準備していいか、喋らず、まあ、とりあえず試合見ろ。スターリングいいね俺みたいな走り方してる。スターリング俺の YouTube 見てんちゃうかな。なんかプレイスタイル俺と似てる気がするよな。絶対見てない。絶対見てない。絶対に見てない。絶対見てない。絶対に見てない。そんなん言い切られへん。いや言い切れる。なんで言い切れるの。いやまあいや見てる可能性もあるから。だってバレ走り方とか真似されてる気がするもん。これ2020年の試合やった。 YouTube 始めてないとりあえず準備していっか。今日はちょっとスターリングの走り方意識して、ちょっと着替えなあかんし。よし、スタイル知らんねんけど散らかってるね、部屋が。飯は食ったから。今日青と白って言われてな、ちょうどよかった。俺の大学の時のユニフォームが青と白やから、こうやって試合できる環境にほんまに感謝やな、うん、マジで。常にほんまに試合なかったら成長していけんし、どうしようかな思ったけど、やっぱ試合が一番成長できるからな、やかや。それはちょっと後で車で語ろうかな、試合に対する思い。寝たふりすんな。いつも寝てる感じだし。いつも寝すぎやなんか雨強なってきたって。マジでいやマジで雨って知ってたら絶対試合行ってない。うわミスった。 100% 雨男やな。これ絶対雨男やな。卒業式も吹っ飛ったよ。ほんまそれは、まあ、天気の子って呼ばれてるからな。最悪や。願ってない時に雨降る。ほんまに外出たくないもんな。一歩も起きるやん。いやほんまにやや。ストレッチしてるか。股間臭そう。何やねん今日。やばい、体バリ方なってる。筋トレしすぎた最近。歯磨いた。歯磨いた。最近風呂も入ってへん。入ってるわ。やめろお前、汚いキャラって。聞いたことないシャワー、ソータが入ってるシャワー聞いたことない。どういうこと？ソータ入ってるシャワー。シャワーの音。聞こえへんやろ、あそこでシャワーしてんのに、ね、ここまで。俺は寝てるの。お前のシャワーの音も聞こえたことないやろ。俺入らん。入ってない。今何日目？5日目です。5日目。確かに見てやん。俺が喋ってるとき。だから最近お前臭いな、音って。お前も臭いで。お互い様やんけ。いやいや、俺入ってんの。基本的にこの部屋は臭い。俺入ってんのに臭いやつと、まあ、入ってないのに臭いやつ。違う。カスやん、もうお前ら。ソックスってそこまで上げるもんな。俺はまあ、いいとこ言うね。俺はね、俺のこだわりがあって、まあ、ドリブラーってみんなソックスなんか上げてるよ。俺も上げてみる。理由はない。理由はない。やりやすいとかって理由はないけど、ドリブラーみんなネイマールとか言ってるから。あー気持ちいい。よっしゃお前寝起き感強いすやばい。お前寝てるとこしか見てない。でも昨日何食食べた？1日一食。最近お前飯食ってるとこ見えへんもん。俺布団から置いてん。飯も食わん、風呂も入らん。人間やめてるやん。とりあえずそろそろ行こう。もう準備すらやば。はい、それじゃあね、早速できたんで試合の方向かってきたらと思います。本日の意気込みは、まあ5位突破。
それしかないです。もしその相手がちょっと自分より上やなって思った瞬間、はい、どういう対応する？まあ、怪我したふりして、すぐ交代してもらいます。あ、ありっすね。はい、もし僕メンタルが弱いんでね、まあ、そういう時はうまく怪我したふりして、まあ、すぐ交代してもらうっていうのが大事なんで。はい、逆に相手があちょっと俺の方が上やなって思った瞬間どうする？全てのボールを受けに行きたいと思います。ボール持ったら全仕掛け、これしかないです。いいっすね。はい、ちょっと相手の方が身長低いなと思ったら、あ、もうフィジカルでぶっ飛ばします。高かった？絶対当たりません。絶対近寄らないです。味方全員クソやったらどうする？味方全員クソやったら全員サッカーやめさせます。今すぐ帰れって。スパイク脱いでやめろって。あのね、マジで味方の人に感謝っすね。普通にこうやって試合できるってことがまず感謝で、そもそもね、部活、大学の部活引退してもこんなに試合できるっていうのはほんまに周りの環境とかに恵まれてると思ってて、で、まあ、こうやって試合呼んでもらって、まあ、やっぱサッカーって試合が一番成長できるから、なんならもう毎日毎日試合したいくらいやし、試合あればあるだけやせってね、自分のやりたいプレーとか試して、まあ、その中で上手くなっていっていくっていうのが多分一番の成長の近道だと思うし、それでプレーがうまくいかなかったとしてもね、それ絶対成長につながるんで、試合っていうのはね、まあ、そういうなんか緊迫感の中でやるから、まあ、練習とかに比べてね、何倍も成長する場所だと思うんで、こういう機会をくれた皆さんありがとうございます。本日のプレーの目標を言ってもらっていいですか？そうっすね、まあ楽しむ、それだけ。それを伝える視聴者が求めてることだと思ったんだよな。え、プレーがどうだかっていうのが伝えるね。プレーをまず楽しんで何倍やろ。お前黙って俺のプレー見とけや。あ、お前じゃ今日天気面買ったらどうすんの？天気面買った、天気面買ったらサッカーやめやせへんけど落ち込む。まあじゃ あの具体的なプレーの目標やろ、聞きたいの。具体的なプレーの目標で言ったら、1得点以上は絶対取る、結果っていう部分はやっぱ求められるから。で、まあ、プレースタイルで言ったら、まあ今日は誰やろな、いつもなんかサイド張ってプレーしてるから、まあ、そうじゃなしにもっと真ん中行って、まあ、ボール受けて、まあ、そっからね、展開とか、まあ、いろんなプレー、アイデア溢れるプレーを楽しみながら出していこうかなって思います。こういうことよ。そういうことで、これでいいんや。お前黙ってプレー見とけよ。俺のそんなんでいい？そんなんでええねん。お前出てくんな。そうで、じゃあ、まあ、とりあえずね、頑張ります。はい、相手チームのマネージャーとか、はい、味方のチームのマネージャーが、はい、めっちゃ可愛かったです。全員奪います、片っ端から。まあ、試合やってるふりして、まあ、女の顔とりあえず確認したいと思います。はい、やっぱそのためにね、僕はワッシュトレーニングっていうのやってて、まあ、俯瞰ってね、そういうために鍛えられてて、まあ、一番はね、相手のマネージャー顔確認。まあ、とりあえずね、頑張ってマネージャー倒すってことでいい。寝てね。はい、それじゃあね、試合会場早速到着したんで、ちょっと向かっていきたいなって思います。ちょっとどこがまだ分かってないね、試合会場が。すごいやんね。楽しみになってきた。久しぶりの試合やな、マジで。マジで結果どこそ。いや、初めて参加させてもらうチームなんで、一応先輩がいて、まあ、その人に試合とかがなって困ってるとか、練習参加探してるっていうようなこと前から伝えて、まあ、もうすぐ3分行くんですけど、それまで相手ね、試合参加させてもらえるということで、くらいないなって思います。行きます。じゃあちょっと今、ぼわってね、もうすぐ試合始まりそうなんで、これは絶対なんです。周りびちょびちょ、絶対ガーディング。
今日の試合はどうでした？まあ見て分かる通りバラッとしたよね。見とくって言ったよ、ボタボタ。まあ黙って見といたらいいね。結果残ったわ。ごちゃごちゃは言った。それで満足？全然満足。あれで満足？それが満足だね。でも満足。満足したらパーマって。気がする。気がする。なぜ？満足したらパーマ。やるって。まあ笑わないな。正解の口芝居でも。歯ブラシ使えるほんまにそれだけはもう巻き殺す。しばかれるのびっくり。黙って使われたら分かれへん。バレへん。それではまたバオー臭い。